はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。カりさんちへようこそ。はい、おはよう、元気でしょうか。えー、まあ、私ね、検索するときって、必ずっていうほど、Yahoo、まあの方を使っております。で、その Yahoo でさ、まあ、広告が、まあ、ところどころあったりしております。うん。で、それを見ると、その、 ダイエット系のものがあったりとかするし、まあ、歯の黄ばみを消す薬みたいなのね歯磨き粉みたいなのが、まあ、あったりとかしててでそういうのに必ずっていうほど、まあえー、モデルの誰そエさんが使っているやつとかあのテレビで発表してねあのモデルの、まあ、アンミカさんがこう ○○、えー、〇〇という番組でこれ使ってますみたいな感じで発表したら売り切りになっていますよとか完売にな,なり続けていますっていうのねやつがあってうん本当かはとか思うんだよねその番組自体を見たことはないしそのね動画を見せてくれっていう感じではあるんだけどどうなんだろうね使ったことありますか 多分ね、あの、YouTube なんかでも、それを買ってね、検証実験みたいなやつをやってる人が、まあ何人かいらっしゃると思うんだよね。<laughs> で、あの、まあね、コーヒーで何キロ痩せますみたいなのも、まああったりかしてて、それを検証してる人もいるし、あと、まあその社長がね、その案件として、 小やきスタジオか、小やきステあチャンネルかなんかで、えー、やってみたっていうね、いうのがあって、まあ、比較的、それはね、実証されてるみたい。うん。痩せたーって言ってたのかな。体の調子はいいみたいな感じで言ってましたね。うん。ただ、その、1ヶ月とか2ヶ月で1キロとかね、2キロぐらいの痩せ方なんで、その、 急にね、5キロ痩せました、10キロ痩せましたっていうような感じではないみたい、うん。たまにあるよね、そういうのね。1ヶ月で5キロ痩せました、みたいな。その腸の中のものを全部出し切りました、みたいなさ、感じの。その状態っていうか、飲む薬。うん。あれもね、なんか、怪しい部分があるし、その、まあ、日本の、 まあそういう溶剤って飲めやすくなっててちっちゃい感じのものが多いと思うんですけどやっぱね大きめらしいそれがまあその会社がね海外の会社なのかわからないけどねなんかおちょっと大きめで飲みにくいっていう話が出ましたねうんでその腸の中のものを全部出し切るみたいな感じのものは あんまりななかったなったて逆にその溜め込んでしまったっていうふうに、まあ、ある男性がやってましたけど、うんまあ、そんなもんだろうなとは思うようにね、うんまあ、案件じゃないからさ、まあ、そういうふうに言わ,れ言われてるっていうか、まあ、そういうね真実を出せるんだろうけどこれが案件としてね来た場合 うんまあいいことをつくめで終わるのかなと思っちゃうね。<laughs> そ,うそれで幸、えー、田組さんの名前を使ったダイエット器具なのかそういう薬薬っていうか錠剤なのかわかんないんだけどちょくちょく見かけるんだよね。で写真も幸、まあ、田組さんの写真を使っているんだよね。 そういうのってさ、まあ、事務所もあんまり関わってないというかさ、なんかそういう案件みたいなのは来たけど、承諾してないよみたいな、まあ、そのまま放置してるよっていう感じの状態だったり、まあ、党の本人が知らないっていうね、のもあるだろうし、勝手にその写真を使われたとか、映像を使われたっていう感じのものが多かったりとかするんだけど、 うん、でもまあ一応関わっているみたいですね小田拓海さんのそのダイエットのやつはね。うんまあもちろんその、ね、小田拓海さんがダイエットを頑張っているっていうのでじゃあ <laughs> それのやり方を教えてくださいっていうねそういうダイエット会社のサプリかなんかの。 やつでじゃあ共同開発をしましょうみたいな感じでまあ事務所もね含めて関わってやってるやつなんだろうなとか思うんだけどちょっと疑わり深い人が、まあ、見ると本当に彼女が関わってるのっていうねいうふうに思っちゃったりとかするわけですよ。<laughs> まあ大半の人はそうだと思うよね。 名前だけじゃねえっていう、写真だけじゃねえっていうのは、まあ思うところはある。うん。でもまあよ、その40代ぐらい、50代ぐらいの40キロ台って、どうなんだろうね、健康的な体重なのかなって思っちゃったりとかしてて、45キロ台になると、ちょっと痩せ気味、痩せ気味なのかな 身長によって全然違うと思うんだけど、やっぱ、あの、痩せすぎて怖いっていうね、時があると思うんですよ。幸田久美さんの場合は筋肉とかあって、で、健康的な体重だとは思うんですよ。うん。まあ、50キロぐらいだとは思うんだけど、本当はね。だけど、ま、45キロぐらいに見せてるっていうか、そういうふうに公言してますみたいなさ。 うん、彼女のかあの、浜崎あゆみさんだから忘れたけど、ダイエットしてるときはもう6時以降は、夕方の6時以降は食べないっていうふうにて徹底してるっていうね。うん。でも本当に食べたいときは、そのスルーメイカーとか、そういう当たり目とか、そういうのを食べて、 満腹中枢を満足させるとかね。うん。そういうので、まあ我慢しているっていうふうに言ってましたけどね。うん。だからまあそう、ああいう感じで、細身のものも切られるっていうのもあるんだろうなと思います。あとは運動ですよね。まあ、ダンスをしてるからっていうのも、まああるんだろうけど、うん、なかなかね、それ一般の人がダンスをするっていうことは、 あんまないだから、まあ、ウォーキングとかね、そういうので、でまあ、ラジオ体操とかも含めて、そういうので、ええー、まあ、10キロ、30キロ、30キロじゃないか。うん、10キロぐらい休みましたっていう人は多いのかなとは思いますけどね。はい。皆さんどうでしょうか。そういうのを見てね、 買ってやりましたっていう人いらっしゃるでしょうか。はい、以上です。それでは皆さんさよなら。